はい、どうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は毎週恒例の今週のハオーオーダーを紹介して、その後に第3回交換会の結果を見てから、ついに洗濯契約書の方を引いていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずは今週の無課金ハオーオーダーのコーナーからです。現在撮影しているのが日曜日なので確定の順位は出ていませんが、先週の順位の推移としてはこんな感じでした。着実にチーム強化してきた成果が出ていると思います。今年に関してはベスト9が出る前にピークを持ってきて、ワンチャンリーグ銀枠を狙おうと思っているので、ここで満足せず引き続き頑張っていきたいと思います。そして今週のオーダーはこちらで挑みます。スピリッツコンボの方を見てみると、スピリッツが 83,475、コンボが 9,485 ということで、先週から大幅アップとなりました。先週はちなみにスピリッツ 82,830、コンボ 9,455 だったので、スピリッツが645アップ、コンボが30アップということになります。やはりプロスピフェスタを頑張って育成を一気にしたのが効いてきていると思います。そして今後のオーダー強化予定です。まずは野手はこちらを見ていただければわかるんですけど、ほとんど3500で埋まっています。そして3400は残りグラシアル選手のみという形で、残りは3500という状況が作れています。本当はこちらのグラシアル選手のところに新庄選手を入れ替え予定だったのですが、方針を変えました。野手のコンボで大事なのがミート型8人のコンボ、パワー型8人のコンボ、ミート A 以上8人のコンボ、パワー A 以上8人のコンボなのですが、現状の自分のオーダーだと全てギリギリなので、このグラシアル選手のところに新庄選手を入れると、ミート A が7人パワー A 7人となってしまい、ミート A 8人パワー A 8人が足りなくなってしまうので、先日ミキサーで当てた吉田正尚選手をここに入れることとします。そして吉田正尚選手を入れると、まあ、ミートパワー同値の選手が足りなくて、パワー型が1人足りなくなってしまいますが、そこはビシエド選手の称号を4回できるので、まあ、ビシエド選手の勝利の下を少し諦めてミートパワー同値を狙うか、もしくは吉田正尚選手の称号自体も1回できるので、こちらの称号でミートパワー同値を作るかで対応して、そこはなんとかしたいと思います。そして投手、こちらは他の無課金猛者の方と差をつけるために給油スタミナコンボの同時出しを目指しています。給油スタミナコンボを同時出しするには、給油スタミナ同値が5人、給油型が3人、スタミナ型が3人で構成する必要があります。その中で中継ぎ抑えを5人用意しなければならないので、最低限給油型の選手は全て中継ぎである必要があります。なので有原選手は給油型で先発なので、ここはしぶしぶ抜くしかありません。なのでここに入れる選手として千賀選手を入れる予定です。で、千賀選手は称号を4回できるので、給油スタミナ同値を決めたいと思います。そして3400の大瀬良選手のところには涌井選手を入れようと思います。涌井選手を探してこちらを入れたいと思います。涌井選手も称号が5回できるので、給油スタミナ同値を決めてあげたいと思います。そしてあとは3400の森選手のところにはまだ育てていませんが、極みにできる選手がいます。増田選手ですね。すいません、ちょっと出てこないですね。増田選手、これですね。限界突破すれば中継ぎもできるので、ここに増田選手を3500で入れて、あとは山崎康明選手のところに今回ランキングを走っていて、そのランキングで獲得予定の平松選手、こちらを入れたいと思います。ベイスターズ枠でね、ちょうど当てはまるので、バッチシ補強ポイントには合っています。そうすると残り必要なのはこの3400の石川選手の部分と菅野選手の部分、まあ、中継ぎですね。スタミナ型の中継ぎ2人となります。まあ、そのうちね、まあ、1人は中継ぎできる選手が必要なので、ワールドスターのガチャで勝負に行く予定です。そして残りのスタミナ型を入れなきゃいけない部分を今日は洗濯契約書で取る予定です。誰を取るか皆さん予想してください。そしてここまで話してきましたが、都合よくそんなに同値が決まるのかという声もあると思いますが、今年はガチで完璧なオーダーを作るので、決まらなければ限界突破コーチまで突っ込む予定です。そもそも称号要員も結構大量にいるので、かなり沼ったとしても限界突破コーチはかかって10枚程度といったところでしょう。現在32枚も限界突破コーチは持っているので、痛くも痒くもないといったのが現状です。そしてチャンスがある週はベスト9の登場前までなので、運要素は大きいですけど、今年こそは銀枠を狙えるオーダーは作れるのではないかと思います。あとはまあおさらいすると、この石川選手の部分と菅野選手の部分、ここを3500の選手を確保できれば、オール3500で野手のコンボもピッチャーのコンボも完璧に出した状態が作れるといった形です。ちなみにこの石川選手を抜いてしまうとロッテ枠がいなくなるんですけど、そこは今ロッテの井上選手を育っているので、この頓崎選手かおかわり君のところに入れれば解決する予定です。続いて交換会の発表前にプロスピグランプリの方が来たので、こちらの方のやるべきことを軽く確認しておきます。まずプロスピグランプリのページに行ってもらって、
グランプリのランクに関しては自分の参加できる最上位のランクを選んでください。なので自分の場合はトップランクを選びます。上のランクの方が報酬が美味しいので選んでください。そして、まあ、次にねやるべきこととしてお調子くんですね。今回はミニなので調子くん固定ですね、秘書に関しては。そして、まあ、続いてやるべきこととしては、まあ、必ずねプレゼントの方をあげましょう。なのでこれはスピストアにまず行ってください。そして、まあ、するとねプロスピグランプリのアイテムが売られているのですべて買ってください。まあ、買う理由はね後に解説します。自分の場合2つ買ってで、まあ、これねすべて買い占めてください。こんな感じでアイテムを買い占めました。なぜアイテムを買うかというと、グランプリには仕事依頼というものがあります。これですね、仕事依頼。これは秘書レベルに応じて経験値 1.5 倍や経験値 1.8 倍になったりだとか、スタミナ回復もより多くのスタミナを回復できるようになったりと、たくさんの恩恵を受けられます。その秘書レベルはグランプリで試合をしたり、今回のアイテムを上げることで上がるので、スピストアでアイテムを買うのは必須といった形です。より早く秘書レベルを上げることができれば、最初から頼める仕事の幅が増えますし、プレゼントした分だけ経験値 1.8 倍にできる日も近くなるので必ずやりましょう。では実際にプレゼントを上げていきます。ということでプレゼントの方を上げていきましょう。2個これね一発で送信できるようになったら結構便利ですよね。前までプレゼントね同じプレゼントであっても1個ずつしか送信できなかったんですけど、まあ、結構ねちょっと前からまとめて、プレゼントできるようになったのでかなり便利になりました。まあ、こんな感じで秘書レベルがねどんどん上がってこのプレゼントレベル1を取得しましたなど、まあ、結構ねやれるなんだっけイベント特定の幅がね増えてくるのでかなり便利です。こんな感じで秘書レベルが4になりました。で経験値レベル1もねいきなり今日中にできるようになります。でまあ、最後のこのプレゼントですね。でこんな感じで最初から秘書レベル4にすることができました。なのでもう仕事依頼からいきなり経験値 1.2 倍ですね、これが選べるようになったという形です。はい、ということで3時になったので交換会の結果の方を見ていきましょう。自分は先ほどオーダー紹介で挙げた通りスタミナ型の選手が欲しかったので同チーム交換ボックスは楽天で出してノリモス選手を狙っています。ということでノリモス選手が当たることを祈って交換会の結果を見ていきましょう。まあ、これによってねちょっと選択契約書の選択も変わるかもしれないので、お、いいですね、シリーズ2のニール選手かな。お、鈴木大地選手、楽天鈴木大地選手に中村翔吾選手、まあいいんじゃないでしょうか。ということで、まあ、第3回の結果はこんな感じでした。ということでついに選択契約書の方を引いていきたいと思います。皆さん自分が取る選手は予想できたでしょうか。まあ、先ほどのねオーダー紹介で大体補強ポイントは言ったので、まあ、ある程度予測がつくと思います。で迷った候補の一人としてこの西武の今井選手なんですね。今井選手が唯一今スタミナ型で中継ぎができる選手なので、まあ、自分のオーダー補強にもあっていいかなとは思ったんですけど、まあ、ちょっとねそこはワールドスターでなんとか確保しようと思うので、まあ、ここは9位スタミナ同値の選手ですね、このジョンソン選手をとりあえず確保しておいて、まあ、仮にね涌井選手と千賀選手の称号チャレンジが決まらなかった時でもジョンソン選手がいれば、まあ、ある程度ねオーダーの、まあ、保険みたいな感じですね。それで、まあ、ジョンソン選手がいてくれるとかなり助かるので、まあ、ジョンソン選手をとりあえず取りたいと思います。ということでありがたいことに獲得したいと思います。お願いします。よいしょ、待って、シリーズ2だったよね。シリーズ2だよね。オッケーオッケー。さあありがたいですね本当に。まあ、演出もね、まあ、せっかくなんで見させていただいて、まあ、獲得したいと思います。さあ、まあ、ジョンソン選手普通にね9位スタミナ同値はもう5人は揃えられるんですけど、まあ、称号が決まったとしたら、まあ、普通にスタミナ型の部分で入れるかもしれないのでジョンソン選手ありがたくいただこうと思います。ということでね最後まで今日の動画を見てくださった方々ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。